平成28年豪雪とは2016年1月に日本で発生した雪害である。平成28年1月集中豪雪などとも呼ばれる。本項目では気象庁の命名に準じた呼び名とするため、平成28年豪雪として一括して扱う。1月17日から18日にかけて、日本の南を南岸低気圧が東へ進み、関東甲信を中心に、 大雪となった。19日から20日には強い冬型の気圧配置のために、日本海側を中心に大雪となり、太平洋側の平地でも雪の積もったところがあった。23日から25日には再び強い冬型の気圧配置となって、日本海側を中心に大雪となった。新潟県の国道八号長岡市、中野島観測所では一月十四日から十五日に、 かけて、最大24時間降雪量が、観測史上最大の75センチメートルを記録。また、長岡市のアメダス長岡でも1月24日に、最大日、降雪量が69センチメートルと観測史上4位を記録した。また、九州や太平洋側でも、大雪となったところがあり、長崎市で観測史上最大の積雪17センチメートルを観測した。 東日本から南西諸島の気温は1月前半には平年より高かったが1月25日前後には大陸から流れ込んだ寒気の影響で記録的な低温となり74地点で最低気温の記録を更新した。九州では24日日中の気温が大変低く推し佐賀市長崎市で真冬日を記録。 25日朝には放射冷却現象も加わって、九州各地で大変強い冷え込みとなり、鹿児島県伊佐市大口で観測史上最低のマイナス15.2度を観測したほか、戦前から観測が行われている、気象干所の熊本県人吉市で、観測史上最低のマイナス9.8度、1890年から観測が続けられている、佐賀市で観測史上2番目のマイナス6.6度、 鹿児島市で九百七十七年以来三十九年ぶりの低、摂氏点三度、福岡市で九百八十一年以来三十五年ぶりの低、摂氏点零度など、都市部の観測期間の長い地点を含め各地で、数十年ぶりから、史上最低の顕著な低温となった。また二十四日、南西諸島各地の観測点では、極めて稀な降雪が確認され、二十四日午後に、 奄美大島で115年ぶり、久米島で39年ぶり、沖縄本島の名護で観測史上初の初雪を観測した。先日のように観測史上最大の降雪があった新潟県長岡市から三木市にかけての国道8号沿線では1月24日夜から26日までスタック車両が多発し、2日間にわたって大規模な交通障害が発生した。 17時間以上車内に閉じ込められた人もおり、報道や道路管理者の間では、中越大渋滞、または長岡大渋滞と呼ばれている。交通障害が大規模、長時間となった要因としては、並行する関越自動車道や北陸自動車道が長時間通行止めとなったため、交通量が過度に、国道8号に集中したことが指摘されている。厳しい冷え込みにより、 九州各地で水道管破裂が多発し、福岡県大牟田市などで大規模な断水となるなど、寒波が去った後も数週間にわたって影響が続いた。あまりの悪環境に事故が多発し、負傷者が発生、死者も出ることとなった。ありがとうございます。